おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日は豚つくねにしました。でね、まず長ネギをみじん切りにします。長ネギのみじん切りはこう十字に切り込み入れてザクザク切ったら簡単です。でボウルに入れて、でこれね、冷凍のごぼう人参ミックスです。これを みじん切りにします。ザクザクザク切っていきます。なんかね、今週は雨予報だったのに今日はすごい天気が良くて蒸し暑い。で、豚ひき肉を入れます。分量は左に出てるこれです。だいたいね、こんぐらい。これをしっかりこねます。具とお肉がよか風に混じるようにしっかりこねます。でね、豚ひき肉にこう粘り気が出てきたら OK です。だし巻き卵の準備中です。でね、今日はネギ入りにしました。ネギも冷凍のやつをシャッシャッシャーって入れて、だし巻き卵から焼いていきます。手出し巻きの分量は左に出ているこれです。で巻き終わりかな、どうかな。巻き終わったみたい。で隣のコンロでフライパンをね、温め始めました。で今こっちではウインナーを焼いてる。そして場所を入れ替えてつくねを焼いていきます。でね、すぐ蓋をすればいいんだけど、まずは洗い物をしたかったから洗い物をしてきます。で蓋をしてね、蒸し焼きにします。だいたいね、片面3分ずつ、合計で6分焼きました。で、爪楊枝でツンってして透明の肉汁が出てきたらもう焼けてるから大丈夫。そしてね、タレは焼肉のタレをね、ザバッと入れてこれを煮絡めます。
生姜が効いてね、美味しいですよ。手に絡めていったらもう出来上がりです。で、詰めていきます。メインのおかず、つくねから詰めて、でね、だし巻きを詰めようかなと思って、一応入れるけどつるんと滑ったからね、やめた。で、カップを敷いて、ナスのおかかポン酢をね、詰めます。これ作り置きの分です。で、ウインナーを詰めて、そしてだし巻き卵はね、斜めに立てかけるみたいな感じで詰めて、空いたスペースにスナップエンドを詰めます。昨日からね、ミニトマトがないの、買い物行ってないの、八百屋にも。で、これでね、出来上がりです。こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。